2014年4月 WindowsXP サポート終了。私は代替 OS に Linux を使います。こんにちは、 Kei のアシスタントのレモンです。ここからは私が説明します。ウィキペディアで調べてみました。難しい言葉でいっぱい書いてありますが、一部を簡単に説明します。 Linux は Windows と同じようにパソコンの基本となる OS です。日本の学校教育の場でも用いられ、特に大学では理工学系分野での使用が多く使われています。一般教養のカリキュラムの中で使用されることもありますが、多くの学生が大学進学以前からすでに Windows や MacOS に慣れているために、一般には受けが悪いとされています。でも小中学生などを対象にした調査では、小学生の 90% 以上は Linux は簡単と答えています。つまり慣れると使いやすいということですね。その上無償で提供されていますので、お金がいりません。 Linux にも多くの種類があります。今回は WindowsXP が入っていた古いパソコンで使う代替 OS なので、Linux の種類の中で私たち一般でもインストールや使いやすい Linux の Ubuntu を使ってみたいと思います。 Ubuntu の説明ページです。簡単に説明を読んでみます。 Ubuntu とはコミュニティにより開発されているオペレーティングシステムです。ラップトップ、デスクトップ、そしてサーバーに利用することができます。Ubuntu には、家庭、学校、職場で必要とされるワープロやメールソフトから、サーバーソフトウェアや、プログラミングツールまで、あらゆるソフトウェアが含まれています。Ubuntu は現在、そして将来にわたって無償で提供されます。ライセンス料を支払う必要はありません。Ubuntu をダウンロードすれば、友達や家族と、あるいは学校やビジネスに、完全に無料で利用できます。現在までのリリース、予定されているリリース、およびそれぞれのサポート期間は次の通りです。まず、一番新しい Ubuntu は、バージョン 13.04 リリース日2013年4月25日サポート期限2014年1月。2番目に新しい Ubuntu はバージョン 12.10 リリース日2012年10月18日サポート期限2014年4月。この2つとも WindowsXP のサポート期限と変わりません。ですから、WindowsXP の代替にはなりませんね。3番目に、新しい Ubuntu は、バージョン 12.04 リリース日2012年4月26日サポート期限2017年4月です。3番目に、新しいバージョン 12.04 が一番サポートは長くて2017年まで使えるので、このバージョンを使うことにしました。それ以前のバージョンはサポートは切れているので使えませんでした。それでは WindowsXP が入っていたパソコンにインストールしてみます。インストール方法は次の動画で紹介します。それでは、次回をお楽しみにね。さようなら。チャンネル登録して
ださいね。チャンネル登録してくださいね。